借金が1000兆円を超えたということは多くの方はご存知だと思います。もしここで 1% 金利が上がったらどうなりますか。1000兆円の借金を持っているわけですから、金利が 1% 上がると10兆円の利払いが毎年発生するということになります。 1% 金利が上がったら利払いだけでですよ、10兆円増えていくということは、もはや金利の上げようがないということです。つまりこの30年あまりにも無節操な社会の構造改革を置き去りにして放置した結果、その全てを借金に付けを負わせてきました。それが次世代にそのまま行くことになります。そしてこういう経済状態であるにもかかわらず、金利の調節機能がもはや失われています。このまま円安を容認するしかない、物価高を容認するしかない。これは長らく今の政権、これまでの政権が構造改革を放置してきた、そのことの矛盾の端的な表れということになります。もはや金融政策においても財政政策においても可動域がほとんどなくなっている。できること、打つべき手、打てる手をほとんど失ってしまっている。このままこの円安と物価高による国民生活の逼迫をこのまま放置するわけにはいきません。構造改革を進めながらも当面の手当、これをしっかりやっていくこと、合わせて求められると思います。外交においても内政の課題においても、そして大阪の課題においても、私ね、とこから先の政治は耳当たりのいいこと、口に甘い話だけでは絶対済みません。たとえ不都合なことでも、まっすぐ有権者の目を見て真摯に真剣に伝えてくだされる政治が絶対に必要です。